平塚海一は、島根県安塚郡、津田村出身の版画家。君山東随法省受賞、松江市名誉市民。1895年11月17日、島根県安塚郡、津田村に生まれた。島根県立松江商業学校に入学したが、1913年に中途退学し、松江市役所に勤務。石井白亭の洋画講習会がきっかけとなり、 1915年に上京してデッサンに励み、さらに版画技術を得得。1916年には二家展に版画作品が入選し、日本美術院展には油彩作品と水彩画作品が入選した。1917年に帰郷して結婚し、公立小学校の図画教員となった。1927年から胸方志向らを指導し、 1928年には、宗方や勢中メ太郎ウと共に、雑誌、版を創刊。1930年には、国画会の会員となった。1935年には、東京美術学校の版画教室開設に伴って、教団に立ち、1941年からは、日本女子高等学院や、公立中学校でも教えた。1946年には、 山根幹人らの協力を得て、松江美術工芸研究所を開設した。1962年には渡米して、活動拠点をワシントン DC に移し、アメリカ各地で個展を開くとともに、版画の普及に努めた。日本国内においても、地方での版画普及活動に熱心であり、胸方、安ぜち、菊池隆とも、北岡文雄など日本を代表する。 版画家を育てた。1977年には、君三刀随法賞を受け、1989年には、松江氏名誉市名義民に推挙された。長野県内の版画普及に携わった功績を、称えられ、1991年には、須坂市に、須坂版画美術館、平塚海一般画美術館が開館した。百九十七年十一月十八日、百二歳で、 成居した。ありがとうございます。